平成16年台風第10.11号は2004年7月から8月にかけて四国地方に相次いで上陸した2つの台風である。後に激人災害に指定された。進路図7月25日に南鳥島の再会場で発生した台風10号は勢力を強めながら北西に進み28日に八丈島の南海上に達した。 30日にかけて強い勢力を保ちながら日本の南海上をゆっくりと西北西に進み31日16時過ぎに高知県西部に上陸したさらに瀬戸内海を経て21時半頃には山口県岩国市付近に再上陸したその後日本海を北上し8月2日9時に熱帯低気圧に変わったこの台風の影響で 7月29日から31日にかけて東日本の太平洋側と西日本で大雨となり特に近畿地方南部や四国地方で非常に激しい雨が降った8月1日から2日にかけて発達した雨雲が太平洋から四国地方へと流れ込んだため台風通過後もなお雨は長く降り続き愛媛県や高知県では1時間に100ミリメートルを 超える猛烈な雨となった。7月29日から8月2日までの期間降水量は奈良県や徳島県で1000ミリメートルを超え、高知県では700ミリメートルを超えた。雨が最も多く降った地点では2000ミリメートルを超えたという報告もある。また、四国電力の観測では徳島県上中町海側で飛行水量1317ミ、mm、リメートルに達し、 これまでの日本の飛行水量の記録を更新するに至った。日本海側に高気圧があったために、この台風が時速10キロメートルという非常に遅いスピードで進んだことも、雨量が多くなった原因の一つとされている。台風により、徳島県木沢村の国道193号でなした山腹崩壊。新路図台風15通過後の8月4日9時。 日本の南海上にあった熱帯低気圧が潮の岬の南海上で台風11号となり22時過ぎには徳島県東部に上陸した。その後、兵庫県あい市付近に再上陸し、四国、中国地方を縦断して5日6時に熱帯低気圧に変わった。台風の勢力そのものは あまり強くはなかったが、この台風により8月4日から5日にかけて、近畿地方南部や三重県を中心に大雨となり、雨量が500ミリメートルを超えたところもあった。また、台風10号の通過後まもなく、四国に上陸したことから、被害が大きくなる原因にもなった。これら2つの台風は、いずれも通常の台風の進路とは違い、東から西へと進み、 四国を横断しながら激しい風雨をもたらしたという特徴がある。日本に接近する台風は日本の南西から北東に向かって列島に沿うように進むケースが多いものの、これらの台風の場合、ちょうど日本列島を横切るように進んだ。雨が激しく長く降り続いたため土砂崩れや浸水、道路の寸断などが各地で相次いだ。これら二つの台風により、 3人が死亡、15人が重軽傷を負ったほか、全壊11棟、半壊21棟、一部損壊88棟、床上浸水254棟、床下浸水2188棟の重火被害が出た。さらに、被害総額は103億円に達した。台風15が非常にゆっくりとした速さで進んだことなどが、被害が大きくなった一因であった。 ありがとうございます。